うなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、はじけて戻れ。そんな。どうだ、これで貴様らはもう終わりだ。大猿の化け物。いいことを教えてやろう。大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。そうか、やっと分かったぞ。ちっちゃんを踏み潰して殺したのも、武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも、このオラだったんか。ごはん、俺たちも行くぞ。はい。あいつ、大猿になってやがるなんて。だが、奴の尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち。尻尾を切るのは、クリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って戦ってください。お前、一体どんな鍛え方したらそこまで強くなるんだよ。